立ってますけど、どこにポイントを作るか。中原です。ホイサイド狙ってきた、折り返しヘディング、先制山形。藤田かあるいは追う、さあ立ていった、これうまいですね。折り返しリアラー、同点、一本をものにしました。おっとノーファールです。長谷川シュートに行った、こぼれている、流れた、折り返し、逆転、泉沢。ここもゾーンのやや外に山形の選手たち、藤島選手も行きましたね、はい、そして栗山もいます。山形です。キーパーも上がりました。中央の栗山、そこに来た、同点。抜けてきた、どうですかね、まあ、中盤もその立ち位置にうまく取りながら、お、うん、奪って三角、中野を見た、いいボールじゃないですか、中野届いた、中野が浮かせた、どうだ、うーん、おい、そこのことやり合いにはなってくると思いますけどね、はい、高高弘前を見て中に入れようとしましたが、小島が奪う、ハスキッチを狙う、抜けてきた、ハスキッチ、堀米広げた、高木ワンタッチ、本間、アイデアありますね、本間カットイン、本間シュート、見せた、いや見事、間で星がもらいたがってますが、水戸抜けてきてこぼれている、空振り、さらに行く、運んでシュートだ、島田ワンタッチで左のサイドへ、渡辺大輝中を見て切り返す、自分で打ってった、渡辺大輝、タビナス、山根が少し下がって受けました、チャンスになる水戸、山根フリーで、山根とは、古巣の金沢へ助走を取っています。島田中へ入れてくる、おっとこのボール流れて庭師を、森のクロス、中には誰もいません、しかしこのボールがつながる、うん、おっと中山のシュート、やはりこの男がか、中を見た、切り返す、中山へ、中山から、うん、フリックして、まだミートボール、ま、下げます、後藤田のクロス、シュート、水戸が逆転、そして復活から前に出してワンタッチでこのスペースを突こうというところ、中にボールを入れてくる、さあ決まった、平戸俊之介、さあ岡山も逆サイドから中にボールを入れてこようというところ、川本が狙ってくるな、どうだ、決まった、ドゥドゥがボールを逆サイドに持ってくる、さあここに対して中に枚数を増やしていきますが、これもそうだ、どうだ、決まったか、決まった、最後は長谷川か、長谷川勝ち越しゴール、多分鈴木選手としてもディフェンダーなのでそういう心理が分かると思うんですよ、ね、はいはい、まあ、止めに行ったでしょうっていうような、はい、船山と千葉先制、船山ヘッド、今日9試合ぶりのスタメン、ルアン低いボール、もう一度
亀川大外入れていくエジガルジュニオ、長崎先制34分。奥のところ残して、強いボレーシュート、竹が仕留めた。素晴らしいシュートでしたね。77、ストライカーらしさを出した竹でしたが、コーナーキックのチャンスです。ニアのボール、これでここでゴールを揺らす、ネットを揺らされました長崎。そして逆転、秋田。ああいいですね、このミスパスを拾って群馬カウンターになる。加藤純也が運んでいく。加藤純也横に出して田中、カウンターから先制ゴール。まずはアウェーの群馬が先、目の前に対しては福村もプレッシングをいかないといけないので、あとはセンターバックの中央のところの横ずれをもっと速くするとか、おっと、おっとパスを奪った石浦、横に出すシュート、佐藤亮がこぼれたボール、ジャイルトンパライバが追いつく。ベルディのカウンターになる、中へ送った、こぼれる、山下、山下、東京ベルディ鮮やかなカウンター。もう早いですね。ここは石浦がカウンターを許しませんでした。2枚で囲んで奪った、佐藤亮が、佐藤亮がのシュート、ポストを叩いてゴールに吸い込まれていきました。シンプルに入れて走らせる、ここで横山が打ち勝てるか。横山前に出て、これは最後のインゴール、後藤啓太か。後ろから下川いなして、下川のシュート、表原にぶつかる。ふわっとしたボール、ファーサイド、こぼれに鈴木、坂野押し込んだ、追加点松本、そして坂野は今季初ゴール。さあここはチャンスになる、1対1かわして決めた、和田のゴール、1点を返した相模原。サインスイータイムが明けます。右サイドの生駒から始めて、ここに伊沢がいますが、ここからボールを奪った矢野です。反対側ジュニーニョがいる、矢野そのまま行った、栃木先制点、ショートカウンターでした。矢野貴重2試合連続で、どっちの足で来るか、長野の右足か高橋大吾の左足か、 28m、 高橋大吾、北九州追いつきました。59分、今シーズン3、トップの位置にも上がってきました。このボールはどうでしょうか、小野さんは追いつけばですが、グラウンダーのクロスが入る、後ろ取っていった、北九州逆転。